献血にはいろんな人が来てくれる。初めてなんですけど。今日はありがとうございました。いえ。いただいた血液でつながる命があります。巡る献血。初めは迷ったけど献血に行ってきた。今日はありがとうございました。あ、いえ。献血っていいもんだ。いただいた血液でつながる命があります。巡る献血。失礼します。はい、お願いします。入られます。はい、足元をつけてください。よーい。はい。初めてなんですけど。はい、カット。はい、カット。はい、カット。ありがとうございます。存在感出すといいですね。はい、よーい。はい。別にタイミングってわけじゃなくて一番最初にめくりたいってことですね。わかりました。はい、はい、カット。お願いします。お願いします。お願いします。献血ルームスタッフ役の今田美桜さんになります。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。協力者の高橋さんになります。よろしくお願いします。今田さん、今日はありがとうございました。高橋さん、それを受けて、あ、いい、あ、いいえ。で、その後にちょっと絵の余弱が欲しいので体調などお変わりありませんでしょうか。よーい。はい。今日はありがとうございました。あ、いえ。体調お変わりないですか。はい、問題なく。今日はゆっくりされてください。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、すいません。今日はありがとうございました。あ、いえ。体調お変わりないですか。はい、問題なく。今日はゆっくりされてください。ありがとうございます。お水とかぜひ飲んでください。あ、じゃあいただきます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。こちらこそ。今日はありがとうございました。あ、いえ。体調お変わりないですか。はい、問題なく。今日はゆっくり休んでください。ありがとうございます。はい、現場 OK です。よーい。はい、それではあちらになります。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、カット。はい、カット。いい感じだと思います。現場 OK です。はい、イエーイ。今日はありがとうございました。それに合わせてみたいなリアクションを聞いてみて、こちらにフレームアウトしてください。はい、よーい。はい、今日はありがとうございました。いえ。はい、カット。はい、カット。はい、確認します。少々お待ちください。初めてなんですけど、ね、ありがとうございます。初めて来ていただいてありがとうございます。はい、はい、よーい。初めてなんですけど。ありがとうございます。はい、カット。はい、初めてなんですけど。ありがとうございます。よーい。はい、はい、カット。はい、カット。はい、で、現場 OK です。はい、お願いします。現場 OK です。よーい。はい、初めてなんですけど。そうなんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。痛くないですか。痛くないです。本当ですか。痛いかもしれないです。あ、痛いですか。はい、大丈夫です。リラックスして受けられてください。大丈夫です。はい、カット。はい、カット。グリーンが大丈夫です。カット。形的にですね。大丈夫です。痛くないです。これは少し顔の振りが少しあったので結構です。はい。はい。つぶっていいか。はい、先生。あざー。ちょっと固め閉じたり。あの、ちょっとかっこつけたぐらいで。あ、ちょっと良くなかった。難しいですね。大丈夫です。全然、全然です。
はい、いかです。はい。ちょっとじゃあ頭こっちに倒した感じ。あ、そうですね。いいですね。右手だけちょっと上げます。はい、あざます。すごい感じです。もうちょっとください。あ、そうですね。すんごい綺麗です。あ、綺麗です。はい。あ、そのままでもう少しください。いい感じです。いい感じです。あ、それもいいですね。軽く手前に組んだ、そうですね。動きやすくなります。はい。もうちょっと丸めたのも、そうですね。はい、そうです。あ、いいです、いいです。はい。はい。2つ3枚いきます。はい、ありがとうございます。ちょっと。少しってことがある。ちょっとだけ、はい。ちょっとだけ空いてるのも。皆さん、おそらく。はい。2つ3枚いきます。ありがとうございます。はい。OK。ありがとうございます。確認します。はい、大丈夫です。今日献血に来てくれてありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。今回関十字さんの撮影も初めてでしたし、あと高杉さんとの撮影も初めましてだったので、あの緊張をちょっとしてたんですけど、でもあのリラックスした空間のその献血ルームで撮影することができて、何でしょう、本当にほぐされながら撮影しました。緊張しました。初めましてだったので、そうですね、なんか不思議な感じはちょっとしました。そうですね、はい、僕が行った時すごく綺麗な部屋というかが再現されていて、なんかなんていうんですかね、本当に自分の役は来る役だったので来たような感覚になるというかぐらい、なんか素敵なルームが作られていて、こんななんかなんていうんですか、デザインの効いたというかかっこいいというか、なんかリラックスができそうで緊張しないでいられるようなそのルームになっているんだなっていう驚きはありましたね。自分のイメージとはまた違うルームだったので。日本赤十字社の CM に出演させていただきました、高杉です。今回こうやって関わらせていただいたからこそたくさんのことを自分は知れたと思います。皆さんにもそれを知っていただけたら嬉しいなと思います。そして共に行動できたらいいなと思います。ぜひ、CM 楽しみに見てください。よろしくお願いします。日本赤十字社の CM に出演させていただきました、今田美穂です。今回 CM に出演させていただいて、本当にまだまだ自分は知らないことがたくさんあるなと思いましたし、あのそれをぜひ皆様にお伝えできたらいいなと思います。そして、私も何か少しでも皆さんの誰かの力になれたらいいなと思っています。ぜひ皆さんご覧ください。献血にはいろんな人が来てくれる。あの初めてなんですけど。今日はありがとうございました。いえ。いただいた血液でつながる命があります。巡る献血。初めは迷ったけど献血に行ってきた。今日はありがとうございました。あ、いえ。献血っていいもんだ。いただいた血液でつながる命があります。巡る献血。